ついに全高約90センチのグレートマジンガーが立ったぞ。でかっ。ウォーターファの秘密基地。ウォーターファの秘密基地。ファイヤーオン。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォーターファです。今日紹介するのはこれだ。アシェットグレートマジンガー巨大メタルギミックモデルを作るオタファのダイジェストレビューパート8だ。全国のガゲロー集結せよ。早速行こう。1ヶ月分、2ヶ月分、3ヶ月分貯めてしまいました。ごめんなさい。なんだけどね、多分ねこの3ヶ月分ぐらい一気に組み立てるのがボリュームとしてはちょうどいい。というわけでね、お待たせしました。今日はね一気に組んで最新に追いつきます。組み立て開始。さあ今日も張り切っていきましょう。58、59、60、61。これはパッと見た感じ拳っぽいですね。まずは58から。左手の組み立て1、拳ですね。これはダイキャストパーツでした。このパーツをあてがってビスで留める。これは指のパーツですね。指の付け根になります。これもビスでしっかり留めます。そしたらこのパーツとこのパーツを貼り合わせると。さあ組み立てはどんどん進みます。さっき貼り合わせたパーツを取り付けてビスでしっかり留める。そしたらこれは親指ですね。親指のパーツを貼り合わせてビスで留める。でこれは接着でしたね。しっかり接着してこのパーツを取り付けた後、この親指パーツを取り付けると。でこれも裏側からビスで留める。これで58は終了。59、手の組み立て2ですね。続きになります。まずはこの接続ジョイントの受けのところと甲のパーツを取り付ける。甲の部分はダイキャストでしたね。そしたらこれは指のパーツ、指の先端で、これをビスでしっかり留めると。そしたら本体に取り付け。全体的にねビスでしっかり留めるんでかなりがっちりしています。これは接着で、ここも接着ですね。でこのパーツを貼り合わせて親指パーツを取り付けると。そしたらラバーパーツ、ボールジョイント受けのところですね。でこれもビスでしっかり留めると。これで拳の完成です。できましたね。これだけでも結構な重量があるんです。さあ60、これは右手の組み立てなんで、だから同様の工程になりますね。これらのパーツをさっきのように組み立てれば、これで完成。右拳。両方できましたね。これで一月分です。さあ次2ヶ月分目。62、63、64、65。パッと見た感じ、あ、お腹とか背中のパーツありますね。62。胴フレームの組み立て。胴体にさっきのパーツを取り付けるためのフレームですね。これは今までで組んだ上半身のパーツです。フレームの塊です。ここに取り付けていくわけです。お腹と背中側両方にフレームを取り付けていきます。さあ63、胴の組み立て。外装のパーツですね。正面側、まずはこの接続のパーツを取り付けて、でさっきのフレームに取り付けます。で後ろからビスでしっかり留めてあげると。そうするとこのようになります。でこのパーツが入っていました。これはプラのパーツになっていて、あ、アクリル樹脂になっていて、これはねどうやら足首のなんていうのかな、接続ジョイントがちょっと心もとないんで、自立がっちりさせるために使うパーツになっています。さあ続きです。64、これ背中側ですね。さっきと工程は大体同じです。
このプラパーツをあてがって後ろから取り付けると、基本的に背面ボディの背面は後ろ側からビスを止める方式になってますね。おお、さあ足を取り付けるぞ。左右をこのように取り付けて、片側ずつ2つビスで止めれば、おお立った、でかい。さあ65、腰フレームの組み立て、腰のところになります。これをさっきと同じ要領ですね、フレームにビスで固定します。後ろ側にもあります。でこれは股間の間のパーツですね、ビスで留めて接続ジョイントですね、これを調整しながらここまで持ってくると。でビスでしっかり固定、そうするとこのようになります。ここまでで2ヶ月分。さあこれが3ヶ月分です。66、67、68、69、こんな感じでキットは入っていました。まずは66、腰外装前面ですね。おー、ネーブルミサイルのスカイブルーのところのカバー、これもダイキャストになっていましたね。あ、いい音、こういう風になります。でここまでを組んだところで、さっき言っていたその足ですね、アクリルパーツを、これまたここまで組んだやつをかなりバラしていくんだよ。ここまでバラして、あの小さいリング状のパーツを、まあ、足首ら辺に取り付けるわけですね。これです、これです。まあ、これを取り付けるとかなりがっちりするんじゃないかなと思います。まだやってないですね、今のところは。腰外装前の組み立て、これは腰の外装のパーツをさらに、取り付ける準備をしていくと。まずラバーパーツ、これをあてがいます。でその上からプラパーツを取り付けてビスで留めると。この腰のパーツの隙間がラバーで埋められるんだよね。数字が書いてありました。右が3で、同様にプラパーツにも書いてありました。左右を間違えなくていいですね。これは、反対側が4って書いてあったかな。4。だからね、裏側が1、2になるんですよね。で、このように、取り付けると。おー、だいぶ見えてきましたね。68、腰外装、後ろの組み立てと取り付けです。これは工程がほぼ同じです。さっきのやつとほぼ同じなんで、ちょっと省略します。こんな感じで。うん、こっちは2、1といった感じです。このラバーパーツがあることによって、隙間がしっかり隠れるところがいいですね。これも後ろ側からビスを留めると。おー、でかい。後ろもね、外装のパーツびっしり。つきましたね。さあ今回の最後は69、アイマスクの組み立て、いよいよ頭部編ですね。おー、これがマスクの部分、これダイキャストになってて、色もよーく見るとハイライトの部分は一段明るいブルーになってるのがわかるでしょうか。この仕上げいいね。クリアパーツ製の目、そしてマグネットを取り付けます。マグネットは接着ですね。これでアイマスクパーツは完成です。このグラデーションのカラーの使い分けが素晴らしいです。さあここまで来たら、今回のおまけとして拳と腕が出来上がってるんで取り付けちゃいましょう。一旦ここまででどうなってるか見てみたいよね。というわけで今日はここまで、お疲れ様でした。おー、できたついに全高約90センチのグレートマジンガーが立ったぞでかこれさ、やばい。ちょっとチラッと見せるんだけど、横に今左にちょこっと見切れてると思うんだけど、ザ合体のグレートマイトガインパーフェクトモードがあるのね。あれもでかいよね
やばいだろこれ。組み立てながらさっき軽く持ち上げたんだけど、すっげえ重かった。さあ組み立てはね、まだまだ続きます。これからも楽しみにしててください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったよ、続きが見たいという方はね、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です、あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。完成まで引き続きお付き合いください。おたまでした。待ってねー。ガンリアの出血せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの秘密基地。